毎度ありがとうございます。山森ふみです。ところで皆さん、抽象画ってご存知でしょうか？ピカソの絵とか結構有名だと思うんですけど、例えばリンゴを描くとしたら赤くて丸い形で描きますよね。でもそれをあえて青い色とか紫を使って四角く描いたりね、本来ありえない形で表現しているのを抽象画みたいな感じに言うらしいんですけど、今回はね、そんな抽象画に何を描かれているのかっていう作者の意思を汲み取ってですね、その絵のタイトルを当てようというね、非常に想像力を鍛えていこうっていう動画になっています。さあ早速1問目行ってみましょう。まずこれなんですけど、皆さん何に見えます？なんかね、うっすらと人に見えてこなくもないんですよ。ものすごいね、なんか継ぎはぎだらけの絵なんですけども、私がこの絵にタイトルをつけるなら、犯行予告状を描きすぎてもはやアートの域に目覚めてしまった怪盗の自画像。研ぎ師。研ぎ師？え？あ、ちょっと待って、よく見たら確かにここら辺とか、なんか研ぐ道具とかに見えてこなくもない。続いて第2問行ってみましょう。これにおいてはね、絶対間違ってるんだけど、ちょっとどうしても言いたいことがある。水の呼吸1の方、水面斬り。チェッカー版とトランプ。まあ、だよね。まあ、違ってるのは分かってる。でもさ、もうこの緑と黒のこの模様、完全にあの炭治郎じゃん。しかも上に書かれてる青い物体見てみると、もう完全に波じゃん。もう炭治郎が水面斬り打ってるようにしか見えないのよ。もうダメ。第3問こちら。あ、これはまだ分かる気がする。色使いがめちゃめちゃ独特だけど、多分これはね、あのエッフェル塔じゃない？エッフェル塔。よし。あの、左上に描かれている人の目玉みたいなあの印が全く理解できないけども、なんとか正解ですよ。このクイズ正解できるんだね。自分でやり出しといてなんだけど。第4問。めちゃめちゃ想像力問われるやつ。これさ、5歳ぐらいの子供の方がむしろ正解率高いんじゃないかと思うわ、この手の問題。わかんないもん。サイケデリック積み木ワールドと命名しよう。カラフルな建築。あー、ちょっと待って、意外と素直なタイトルなのか。確かに言われてみれば建物に見えてこなくもない。でも積み木っていう捉え方は間違ってなかったかもしれん。次行ってみよう。待ってよ、さっきの絵から学習するに、もう見た目をね、素直に表現するのが正解に近づける手段だと思う。蜂の巣。白と黒の四角形の背景。もうまんま、思った以上にまんま。続いて第6問。おーっ、これは結構情報量多いな。どう表現したらいいんだろう。なんか火花とか爆発みたいなものが書かれてるような気がする。どうしよう。祭り。黒と金色のノクターン、落下する花火。あ、急にもったいつけたようなタイトル持ってきたね。じゃあ次行ってみよう。なんだろう、魚の頭みたいなのが見えてるな。待ってよ、意外とさ、さっきの問題から察するに複雑なタイトルも全然あり。どうしたらいいんだろうね。なんか夢の中を描いたみたいな絵に見える。それっぽいタイトル行ってみよう。無限に潜む怪魚、現実と怪奇の螺旋。青い絵。